32戦全勝、蹴りがすごいやんか、スキル速いし、はい、強いんちゃう。もしかすると亀田智人と戦うことがあるのかもしれない。全然俺はやるで、ボクシングが盛り上がるんやったら。はい、皆さんこんにちは、亀田道具です。お疲れ様です。どうす、今古民家にいるんですか。そうです。あんま大きい声で喋れないです。そうですね、僕もちょっと控えめで、今日は控えめでいきます。お願いします。ちなみに今日の動画はあれですね、はい、ついに那須川天心選手の試合が決まったということで、デビュー戦決まったなと。はい、2023年4月8日の、東京有明アリーナだそうです。あ、有明だよな。そうです。あ、そうなんや。ポスター見てないですか。見てない。あのポスターっていうか、あの会見のやつだけ見てるけど、あれがポスターな。まあ、どうなんですかね、ポスターっぽく、あの真ん中にドーンといるやつで。あ、あれポスターなんや。あれすごいっすね、デビューしたての選手がやっぱあそこまでメインでドカンといくの、やっぱり那須川天心っていうブランドだからですかね。それはもう、まあ、知名度的に力ないよな。積み上げてきたもんありますからね。まあな、その日寺地選手もやりますからね、ゴンザレスと。あ、ケンシロウな。はい、ケンシロウもするし、世界戦2つかな、あのタクマンがやるよ。だからダブルで。そうですね、だから今回メインが誰になるんだっていう。はい、でもあいつはもう天心が多分メインになるんちゃう。メインですかね、これね。わからんけど、海外ではそういうの普通になるけどな。ノンタイトルでも知名度のある選手が、あのメインになるっていうのは、デビュー戦だろうが、それは2戦目だろうが一緒やな。まあ、日本ではな、そういうのあんまりせえへんけど。IBF 世界フェザー級挑戦者決定戦もやるんですね。まあ、結構なんやかんや熱いんですね。工業的に結構多いよ。多いっすね。いろんな選手がですな。で、それちょっとびっくりしました。その中でメインでやるから、すごいな。ちなみに天心選手はキックボクシングで42戦全勝、うん、でも、まあ、キックボクシングだからなのか分かんないですけど 28KO なんですよね。もっと KO してんのかなと思ったんですけど、それがボクシングになってどう予想します。天心はそのパンチ力あるとかじゃなくて蹴りがすごいやんか。だからもう蹴りでボンボン最初倒してたやん。最後の方はまあボクシング転向するからってパンチで結構いってたところがあったけど、パンチで KO するってタイプではないんじゃないかな。タイミングでポンって言うて倒れるのがあるか分からんけど、スピード速いし、まあ、デビュー戦や言うても総合の方でそんだけ40戦もやってたら、はい、まあ、そんなにほどの緊張はないんちゃうかな。ボクシングっていう舞台でのデビュー、まあ、やっぱキックボクシングとは同じリングでも違うじゃないですか。まあそれは違うけど、でもまあ、まあ、そういう大きい舞台で戦ってるやんか。だからそれほどの緊張はないんじゃん。人に見られてる数っていうのはもう桁違いですもんね。小さい時からそれやんか、大きい舞台で戦ってるから、それは強いんじゃん。それはただな、総合になるのかボクシングになるのかだけやんか。でも言うたらまあ小さい時からボクシングのトレーニング取り入れてるから、まあそれほどのデビュー戦やからって言ってガチガチになるとかのあれじゃないんちゃうかな。相手選手の与那覇選手、うん、新生ジム所属みたいですけど、うん、この選手はトモ君知ってるんですか。俺も全然知らん。どんな選手かも分からんし、1個下の階級なの、バンタム級がなんかって書いてあるで。あ、そうですね、32歳で身長は169センチ。バンタム級が1個下の階級の選手を上に上げさせて戦うってことよ。だから減量的にはそこまできつくないな、はい、そういった意味ではストレスなかったりとかパワーのちょっと違いも出てくるんじゃないかなと思うんですけど、与那覇選手の戦績は17戦12勝 8KO4敗1分け。でもこれってプロとしての活動らしくて、アマチュアで63戦やってるらしいんですよ。あ、アマチュア長いんや。そうなんですよ。アマチュア長いことは多分上手いんちゃうかなってちょっと思ったんですけど、スタイル的にアマチュア長い選手ってほとんど結構ボクシング上手や、はい、そうですね、世界的にもそういう選手多いですよね、うん、でもまあそれなりにやるもんちゃうかな。プロでも12勝、プロでも12勝、 8KO、 アマでは63戦50勝、うん、27KO。 デビュー戦の相手にしたらまあまあいいんちゃう。そんなもんやろ、だってデビュー戦でないきなり世界ランカットとか。まあそうですね、やろうと思ったらできるけど、そういうこと製品がまず。そうですね、だからまず6回戦で勝って、多分6回戦で2回勝たなかったんちゃうかな。2回勝って次 AKB になるから、今年1試合して2試合して、はい、で来年、まあ、今年ぐらいに A 級になってどういう道を行くのか分からんけど、はい、まあデビュー戦どんな動きするのか楽しみだな。今のちょっと話からすると、もう友輝君的には勝つのは天心選手って予想ですか。勝つと思う。判定で判定で倒すのはないと思うけど、打たれ強いか弱いか分からんね。それ俺見てないか分からんけど、でもまあスピードとかで言えば6回戦やろ、はい、6回戦は多分判定で持っていくと思う。これがいきなりデビュー戦で10回戦とかなったらまた話は別で、6回戦やから
これも普通に判定勝ちちゃう。相手もやっぱりこれを機会にものし上がるっていう勢いと、まあ、意気込みが強いんで、うん、まあ、結構グイグイ来るのかななんて思ったんですけどね。まあでも来るんは来ると思う。こんなチャンスない、こんなチャンスがないって言って行くとは思うけど、でもそういう大きい舞台で戦ったことがないやんか。俺多分そこの差が出ると思うな。逆に空回りして手が出えへんまま、はい、ずるずるいって6ラウンド終わるでしょ。そこは多分ボクシングの経験じゃなくて舞台の経験があるから、そこは全然天使の上やだから俺は普通に判定勝ち。了解です。でもまあな、これでボクシングの方に転向してきたっていうことはな、盛り上がっていくからボクシングがいいことやって。これは階級も一緒やんか、はい、今後戦う可能性もあるかもわからないし、一種の階級で上がっていって戦うっていう可能性はあるんやから。ありますね。面白いな。武井選手も6戦目7戦目にして今も世界ランク結構上位入ってますもんね。だから最短で狙おうと思ったら今回試合して2試合よ、3戦目ぐらいで世界ランカーと戦うことができるかな。この次でもできるか、やろうと思う。そういうことですね。世界ランカー4で戦うっていうこともできる、はい、でそれで3戦目で世界戦っていう感じもでやろうと思ってできるんで、うん、どういうプランでな提携順がやっていこうか知らんけど、で俺もスーパーバンドもそんな長ないから早めに上がって対戦できるんやったらな、ボクシング盛り上がるんやったら全然俺はやるで。俺も前から言ってるけど、ベルトかけんでも関係ないから。そうですね、単純になボクシング盛り上がってお客さん喜んでやっていく、全然いいな。そうですね、デイビスとあのライアン・ガルシャみたいなね。ああそうそう、ああいう試合ですよね。だからデイビスだってあれ自分のベルト持ってるけど、ベルトかけへんやん。ベルトにこだわる必要は俺そんなにもないと思うよ。盛り上げるっていう観点から攻めるってことですよね、うん、だからこの人で天使にもな、そういう気持ちはあると思うねやんか。結構いろんな挑戦していってるやんか。あの年でな、あの年で挑戦していくっていうことはすごいことだと思うで。そうですね、うん、だってまだ23、4とかそんなもんやんか。それでな、新しいことにこの挑戦するっていう、ボクシングっていうことに挑戦してくるんやから、すごいことで。そうですね、対決をして盛り上げていって、盛り上げていけたら全然いいと思うよそれ。まあ、ちょっと今後の活躍と、あともしかすると亀田智樹と戦うことがあるのかもしれないっていう。でも全然俺はやる、こうご期待ですね、うん、だって俺が世界ランク上位であろうが、挑戦者決定戦持ってやろうが、そういう試合が盛り上がるんやったら全然そっちやるし、そんなに俺こだわってないから。まあ、あとは本当あれですよね、見てみたいっていう声とかね、皆さんバンバン言ってくれたら、みんな見たいと思うね。それはそれがもう本当に大きな声になって、もうどこ行ってもそれ聞くっていうぐらいになったら、もう実現せざるを得なくなるかもしれないですね。これでボクシングに、まあ、デビュー戦どういう勝ち方するのか、はい、それによってもまたな、あの変わってくると思うし、また来ますねボクシングの波。面白いな。まあ、俺はちょっとその試合は生で見られへんけど、うん、最近人気高くなってきてますからね本当に。そうやな、俺海外におるから。そうですね、アフマダの方試合見に行ってるから、アフマダタバレスの試合をダゾーンでやるんですよね確か。イリハンがそうやもん、ダゾーンで契約してるもんな。あの試合もな結構面白いな、どうなるんかな。そうですね、うん、それによって変わるからな。いや久しぶりに試合見に行くな海外に。だってアフマダは結構あの動画では見てるけど、生で見たことないし、どれぐらいの動きするのかとか、パンチ力とかスピードとか、そういうところは目の前でちゃんと見たけどな。まあ、アフマダだけじゃなくてタパレスもそうだし、まあ、だって どっちかすか分からへんか、ボクシングだって。今アフマダで前回の試合あの拳痛めてるやん、はい、拳痛めて今回の試合とブランクあるし、もしかしたらこれはこれ分かれへんからな。そうですね、だからタパレスだってもっとチャンピオンだし、そんな弱い選手じゃないで。これもしかしたらタパレス勝つっていう可能性もあるから、だからまあどっちも見ながらイメージしたいなと思うな。そうですね、ちょっと、まあ、まずなんとか決めたいですね、勝者とも決めたいな。ここは俺の予想では天使のデビュー戦は判定勝ち、アフマダの試合俺見に行くから、その試合の予想はむずいけどアフマダかな。多分結構みんなアフマダですよね。でもまあ実力で言ったらやっぱりちょっと怖いけど、まあ、ボクシング怪我とかもあるから、拳がどこまで回復してるのかも分からないし、ひょっとしたらひょっとする可能性もあるで。これは面白いな。じゃあ今日はこんな感じで終わります。よいしょ。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録頼むで。